皆さんこんばんは、荒紙の続きやっていきたいと思います。さて今回は第8章の撮り直しでございます。一度やったんですけれどね、後ろの人物に気づいてると、第8章老賢者ですね。さあライトバリアが 1,2,3 箇所ありますね。クロスも見たって、はい、さあ早速やっちゃおうね。はい、おいこっち、あ、30メートル近くに1個あったな、そういえば。ただねこっちから行かない方がいいんじゃないかな。行けないんだよね。おっ、あ、行けたね。あそこにあるんですよ。上にいるのやんないとダメだね。おっ、上にいるのやるには、あっと影がない、影がないな、影が欲しいな。あいつやれねえかな。来た、よし、とりあえずあれで安心と。あの真ん中やるには外堀埋めていかないと厳しいね。何人いる？あ、いたね。ほっ、はい、島をね。はい、どこ行った？あー、なるほどね。あっち向いてると、まあ影が有効な間はね、私的には見えませんので。はーい、しまっちゃおうね。巻物があるっぽいな。いただいていきましょう。はーい、やつは後ろ向かないでしょ。はい、しまっちゃえ。さーて、あそこにありますね。あれで喋ってんのか。バレっかな。やっぱバレない、意外と。向こうだね、上。ヒカル、よし。こっちは？あ、なんもなかった。そうだ。上だな。ほっ。ほっ。あれ？向こうか。結構地味に厳しいな。あれ？どこにいるんだろう。ほっ。俺、まずい、まずいんじゃない？危ね。危ねえ、危なかったね。55、あ、入り口あそこにあるね。入り口っていうかあそこになんかあるね。回復するとこがありますね。これやっちゃえばいいじゃんね、目の前の。はい、よし、はい、しまっちゃおうね。ほい、ああ、回復するとこありますね。やったー、 31m。 あの手前にやっちまうか。ほい、よし、はーい、ゲッチュ。
バレた。最悪よ。はい。しまっちゃおうね。下に隠しとこう。いやースマートに行きたかったですけどね。まあダメだったんだからしょうがない。はい。はい、しまっちゃおうね。こっちの奥だね。はい。おっと、地味に火が邪魔だったな。はっ。結構きついね。みんなあの火つけてくからね、汚いよね。はーい。よし。さあ。おらよ。よし。はい。あそこだね。恨みはないが危ないからね。よし。はい。じゃあ。はい。あとは向こうだね。22メートル。あるっぽいね。お、真下か。敵は一人か。ていや。守ってたね。よし。巻物ゲッチュ。何かあるか。錯覚。うん。見えなくします。クロスナ E を押すと波動が接触的には数秒間動けなくなります。使えるのかわかんないけどね。多分ある条件下なんだろうな。52か。あそこに何かあるっぽいね。回復か。二人一緒に並んで歩いてるような仲良しだね。危な。はーい。巻物が向こうにあるっぽいけど、まあいいでしょう。さあしまっちゃおうね。あったなあ、そういえば。あの中だよね。この中ですよ。人いたよね。はーい、しまっちゃおうね。さあ、これ壊して。次のエリアに進め。向こうだね。さあ来たらやっちゃうぞ。あの上の厄介だな。まあ無理にやんなくてもいいんだけど、二人バラで動かれると厄介だな。はい。よし。
さあ先進んじゃおう。まだあったなあ。そういえばそう、登っていくんだった。スキル取っとけばよかった。五重の塔みたいなところですね。さあこれ登り終われば確か終わりだったかな。もう何かいますね。なんかお墓っぽいのがありますけれども、はい、墓石。ここで何が、あ、クロスが、あ、何かの杖みたいなのがありますね。さあ過去の記憶、おじいちゃんがなんか力を授けたみたいなね。そう、別の情景。魂なき者は生み出すことも操ることもできない。強し氏だ。ほら教えた人物ですね、あのさっきのおじいちゃん。将軍の記憶に違いない。日食の敵だったが英知は本物だったと、いろいろ教えた。巻物で覚えてることは関係あるの。私の影のオーラ、一部ではない、魂より流れる。魂がなかったらオーラもない。魂は無から生じるものじゃない。そうですね、誰かしらの魂っていうことじゃないでしょうかね。まあ生まれた時からこんなね忍術使えたらすごいですからね。一部が誰かの魂だからか。何者か知りたいだけで。戦士の生まれ変わり、日食の軍隊の一員。軍隊の一員ってさ、一員でこのレベルなの？相当強いんじゃない、その軍隊。光の二の舞を踏ませるわけにはいかないの。はい、ということで、さあやっていきましょう。確かまだ終わりじゃなかったよね。終わっちゃった。終わっちゃったな。はい、ということでね、ランク A ということでね、まあ2回目にしてはよくやったんじゃないでしょうかというところで、今回はここまでにしたいと思います。また次回。お楽しみに。さよなら。